皆さん、新年明けましておめでとうございます。この凛とした空気の中で、皆さんの新しい年、この年を大好きな京都のために、147万京都市民のためによりよい年にしていこう、そんな決意のみなぎった言葉を拝見して、本当に心強く感じております。私、市長に就任させていただいて2年目の新しい年をこうして皆さんと一緒に迎えることができました。本当に嬉しく、ありがたく、感謝の気持ちでいっぱいであります。今日から業務が始まります。と申しましても、年末年始も休むことなく市民生活を支えるために、観光客をお迎えするために頑張ってきていただいた多くの職員の方々がおられます。私も年末にワンストップサービス、中央保護所、中小企業支援の取り組み、新型インフルエンザ対策等々現場を激励に尋ねましたが、本当に京都市役所が、京都市職員が市民の生活を支えているな、そんなことを改めて実感しました。本当にご苦労様でございました。それでは年頭にあたって、私の思いを、願いを皆さんにお願いしたいこと、お礼申し上げたことも含めていくつかお話しさせていただきます。昨年1年を振り返りますと、改めまして京都の街の素晴らしい魅力を内外に発信できた、そんな1年であったと思います。環境戻り越しに認定され、京都議定書誕生の地として市民ぐるみのさまざまな取り組みが前進いたしました。先月、コペンハーゲン COP15 に参加してきました。冬京都を合言葉に、市民ぐるみで取り組む京都の取り組みが深く評価されたことであります。また、景観問題では、いわゆる歴史マッチ作り法に基づく京都の計画が11月に国の認証を得ました。さらに国家戦略としても京都創生へ力強く前進していく、そんな決意を深めたところであります。また20年度の入学観光客が5000万人を突破しました。2年前の時代です。本当に市民ぐるみの取り組みの素晴らしさを実感いたしております。さらに祇園祭の山鉾行事がユネスコ無形遺産に登録することが決定し、あるいはフランスの総領事館が京都に出席、福祉や教育、さまざまな分野で京都の魅力が発信された。これも長年にわたって京都市が取り組んできたさまざまな政策が実っているな、そんなことを実感します。同時に課題もたくさんございました。新型インフルエンザが猛威を振るいました。こんな時にも市立病院が京都市の医療、福祉、教育、あらゆる分野の仕事がこうした危機の時に遺憾なく力を発揮できたと思います。危機の時こそ京都市の職員の仕事がかまされる、チーム力が問われている、その中でしっかりと役割を果たすのではないかな、そのように感じております。インフルエンザピークは超えつつありますが、警戒を緩むことなく市民の命を守るために、観光客の安心安全のためにの気を引き締めて取り組んでまいりたいと思います。さて、猛威といえば、一昨年のリーマンショック以後、世界的な大不況、京都経済にも大きな影響を与えています。今年の財政にも
極めて厳しい影響を与えております。皆さんと一緒に未来まちづくりプランで明らかになった964億円の財源不足、これ何とかしようということで本当に痛みを分かち合い、全職員の給与をカットするなど様々な取り組みをして、これを何とか乗り越える見通しを立てたところにリーマンショックであります。それ以後、昨年秋以降、税収が減る、あるいは生活保護等で支出が増える、そんな中でさらに徹底した事業の見直しを進めていただきました。しかし現時点においてもまだ来年度予算編成するのに110億円の財源が不足するという危機的な状況が続いております。どうしその努力をお願いしたいな、そのことを考えております。そして大きな出来事としては政権交代であります。そして今地方自治の都市経営の在り方が問われております。地方と国の新しい関係づくりが始まろうとしています。こんな時に地域資源自体をリードしていけるのは、戻りになるのは、私は素晴らしい自治の伝統を有する京都であります。京都が地域資源自体の先駆者としての役割を果たしている、そのために共に知恵を出し、そして国に対してもしっかりと政策提言をしていく、国の政策を誘導していく、そんな力が京都市にはあります。京都の地域力を、歴史力を、そして素晴らしい職員の力を手の中発揮して、新しい国づくりを京都から始めるんだ、そんな気概を持って取り組んでまいりたいと思います。私はこの京都の街が大好きであります。職員の皆さんもそう感じておられております。この大好きな京都のために、この激動の時代に何ができるのか、京都の持つ素晴らしい地域力、文化力、歴史力、それらを支える全ての人間力、そしてトータルとしての京都力、これをいかんなく引き出していく、これは我々市職員の仕事であります。素晴らしい京都の魅力、京都の底力、これが存分に発揮できない、私はそう感じています。それらを十分に発揮するために念頭になってお願いしたいことを3点申し上げたいなと思います。一つは徹底した市民目線であります。基礎自治体としての我々の責任は市民の満足度を最適にすることであります。そのためには徹底した市民目線が必要であります。私は常にね、その基軸は市民の皆さんと市役所との共に汗をかく共感であるということを申し上げてきました。市民と同じ目線に立ち切る、そして市民と共に悩み、考え、汗して現在の危機を乗り越え、未来の街を作る、そのためには徹底した現地現場主義が大事であります。現場に出る、現場で市民の方々の声に耳を傾け、一緒に考えて、そして政策を立案し、力強く推進していく。私が常に申し上げます政策の融合についても、徹底して現場で市民の目線に立って考えたときに、政策の融合は可能だ、そのようになります。各家の思いや歴史的な経過、これも否定はしませんが、家の利益あって、局の利益あって、全庁的な利益なしでは困ったものであります。徹底的に市民のために、市民の目線に立ち切った仕事をしていく、そのことをお願いしたいと思います。そして昨年4月には京都市コンプライアンス推進指針を定めました。私はコンプライアンスというのは、
法令遵守は当然であります。しかし法令遵守に困っていては京都のコンプライアンスが市民の目線に立って徹底して創造的主体的に仕事をする、これが京都職員のコンプライアンスです。法令遵守、これを基盤にしながらいかに創造力を発揮していくか、法律を守っているだけでは新たな京都の魅力が想像できません。想像力を発揮して主体的に仕事をして考えて市民と一緒に汗をかいて、こんなことを改めてお願いしたいと思っています。次に2点目は徹底したコスト意識であります。先ほど申し上げましたように極めて厳しい財政状況であります。危機的であります。この中で市民の税金を支援対等を無駄にしない、徹底した仕事の見直しが必要であります。国では事業仕分けが取り入れられました。多くの中で仕事のあり方を、その必要性を、効果を議論する、これは私は素晴らしいことだと思います。もちろん様々な課題もあります。課題を解決していただけるようになります。また解決への手立てを講じられることと私は思います。京都市においても政策評価とともに1400を超える事務事業について全て評価し、それを予算に生かし、それを公開する、市民に見える形でそうしたことを進めてまいりました。さらに先だって財政危機を統括していくのか、未来に展望を開くために外部の専門家からなる財政再建のための有識者会議を立ち上げました。徹底したオープンな場で議論していただこうと思います。開かれた場で税金の使い方、その効果を検証していく、それが非常に大事であります。しかしその前に私はぜひともこの機会にお願いしたいのは、我々市職員が行政のプロとしてやるべきことであります。真に必要な施策は何か、まずゼロベースから業務を見直していく必要がございます。無駄なことはないか、忘れでやっている事業はないか、さらなるコスト削減が可能ではないか、あらゆる点検を検証をお願いしたいと思います。そうした改革がぜひとも今必要であります。そうした過程で過去のしがらみがあろうかと思います。あらゆるしがらみを引き切る、タブーを排除する、そうした勇気が必要であります。もちろん大事なものを頑固に守らなければならないものがあります。同時に大胆に改革しなければならないことがあります。そうした中で多くの圧力があると思います。改革には圧力、摩擦はつくものであります。大いに圧力、摩擦、結構であります。最後は私が決断し、私が責任を取ります。臆することなく今一度原点に立ち返って、コスト意識を徹底した見直しをお願いしたい、そのように思います。昨年私はこの場で過去の延長でない、過去の生産といった閉塞感から脱却し、これからの未来を作っている、そのための取り組みをお願いしました。3点目は徹底した未来志向であります。私は市長就任以来1500の現場を訪ねました。市民活動の場を訪ねました。そしてハートミーティングなどを開催しました。多くの市の職員の方々が未来志向で頑張っていこうということで、本当に意欲に燃えていただいて、本当に心強く思いました。特に若い方々の取り組み、本当に胸を打たれるものがたくさんありました。そうした時に必ず職場の
上司の方々の目に見えない配慮があるんだな、そんなことも実感いたしました。そして今こそこの厳しいということを徹底した未来志向を念頭に業務を行っていただくだけ、財政が厳しい、経済が厳しい、市民計画が厳しい、今を守ることが極めて重要です。しかし内向きでは今も守れません。徹底した未来志向が大切であります。未来のビジョンを描かずに現在の危機も克服できません。その場しのぎ、しのぎの施策は打破します。徹底した未来志向によって圧力を排して新しい共同を作っていく、そういったことをお願いしたいと思います。そうしたときに私たちが力強く進めてきた5つかのキーワードがあります。一つは環境モデルとして、そしての環境共生の立ち位置にあります。次には世界歴史都市、文化都市としての優れた景観や文化の創造であります。さらに伝統維持発展させた京都ブランドの力であります。本物にこだわる京都観光の振興であります。総合的に京都の魅力を高めていく、公共交通を大事にする歩く街京都の力強い推進であります。以上、共助公助を理念とした福祉の取り組みであります。地域の子どもは地域で育てる、その理念のもとに市民部員の教育の創造であります。さまざまなキーワードがございます。それらをしっかりと再確認し、未来志向で共々にこの危機を乗り切っていきたいと思います。寒くなってきました。もう終わります。ピンチはチャンスがあります。50年後、100年後を見通して、今この危機の時のこと、未来をしっかりと見据えた取り組みをともどもに進めてまいりたい。そのためには市職員一人一人の哲学と情熱が必要であります。あらゆる困難を突破して事業を推進していく行動力が必要であります。同時に市民の心をしっかりと受け止める、市民の心に恋に思いを出すハートが必要であります。そしてそれをスピード感を持って実行していくチーム力が必要であります。どうぞこの1年、50年後、100年後を振り返って、平成22年が大きな分岐点であると、そう思っていただけるような取り組みを共々に進めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。